アンジェロポリツィアーノアンジェロポリツィアーノは、イタリアルネサンスの人文主義者、詩人。モンテプルチャーノの出身で、本名はアンジェロ・アンブロジーニ。通称のポリツィアーノは、出身地のラテン語読みにちなむ。1494年、死去。トスカーナ地方中部のモンテプルチャーノに生まれる。孤児で貧しかったが、フィレンツェでクリストフォロ・ランディーノに支持し、その才能を認められる。 メディチケ当主、ロレンツォの秘書となり、同時に試作を教え、長男ピエロの家庭教師になった。パッチケの陰謀の際に、ロレンツォを逃して、命を救ったのは、ポリゼアーノだという。語学に堪能で、20歳にして、ホメロスの、イーリアスを、ラテン語に訳す。また、詩人としても著名で代表作に、キバヤリジあイのスタンツェがある。ボッティチェッリの絵画作品、春などは、 ポリツィアーノの死に構想を得ているとも言われる。ポリツィアーノイタリアンポイットユーマニスト、インスイクロープディアブリタニカ、ハット・デ・サンクティス、イタリア文学史、上現代視聴者、1970年、P417。野田又夫、を、ルネサンスの思想家たち岩波新書、1963年、49P。ポンセ、ボッティチェリ、プリマベラの謎軽装処方、2016年。 ありがとうございます。